ブラシカステロールは28個の炭素からなる骨格を持つステロールであり、炭細胞の藻類や油ナなどの陸生植物によって生合成される。生態系中における藻類の存在を示す生物マーカーとしてしばしば使われる。水にはほとんど溶けず、従ってオクタノール、水分配係数は高い。すなわち、ほとんどの環境においてブラシカステロールは 土壌焼中に存在する。無酸素の堆積物あるいは土壌中では数百年にわたって安定である。このため過去に存在した藻類の量の指標として利用することが可能である。分子中にヒドロキシ仕事を持ち、しばしば脂肪酸が結合した状態で存在する。このため通常は分析に際して強いアルカリで喧嘩を行い、エステル結合を切断する。 典型的な抽出溶媒は水酸化カリウムの6%メタノール溶液である。次にヘキ酸など非極性の溶媒を用いて分液し、有利のステロールを極性質から分離する。分析の前にビーストフなどでヒドロキシ元をトリメチルシリルエーテルに変換しておくことが多い。データの測定は水素塩イ,イオン化型検出器か質量分析系を備えたガスクロマトグラフィーで行われる。 植物によって、テルペノイドのスクワレンから、カンペステロールを経て生合成される。藻類の種ごとによる、ブラシカステロール及び他のステロール類の含有量を、表に示す。ストリブンコシ料中のブラシカステロール濃度と、コレステロールとの非環境中における、ブラシカステロールの主要な生成源は、海洋藻類である。比較的高い濃度と安定性を持つことから、ある資料、 特に沈殿物中の有機物の由来を検討するのに用いることができる。スコットランドストリブン湖で得られた資料中のブラシカステロール濃度及びコレステロールとの比を右に示す。沈殿物の浅いところに最も高濃度のブラシカステロールが存在し、深くなるに従い減少する。一方コレステロールについても同様な傾向が見られ、両者の比は深さによらずほぼ一定である。 これは、生成源に変化がないとすると分解速度が等しいこと、または分解速度と生成源の変化の両方が起こったことを示している。猛射比川資料中に含まれる生物マーカー種樹の脂質生物マーカーを主成分分析など多変量解析することにより、類似の起源、挙動を示す化合物を見つけ出すことができる。例として、ウェールズ猛射比皮川川口から得られた。 体積物資料のグラフを示す。このグラフにおけるブラシカステロールの位置から、この化合物は海洋起源であることが知られるタンクサリ脂肪酸、アルコールと類似することがわかる。ベータシトステロールなど、陸生生物由来の生物マーカーは、グラフの反対側に位置し、互いに関連がないことを示している。ありがとうございます。